皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。フォルツァホライゾン4の時間がやってまいりました。さあ、というわけでですね、今フォルツァホライゾン4を起動したらいきなりこの画面になって、なんかルーレットの画面になっていきなりこの画面に切り替わって一瞬バグったかと思ったよ。はい、ということで、フェスティバルプレイリストということで、前回のアップデートからできるようになったやつですね。これが実装されたやつって聞いてます。はい、そしてなんか今まではこのフェスティバルプレイリストっていうのはまだ使えませんっていう風になってて、なんでと思ってたんだけど、急に使えるようになりましたね。で、こういったところでチャレンジとか、まあいろいろデイリーチャレンジとか、まあいっぱいあって、まあ始まったばっかりだから、これもう全然クリアしてない。未完了ばっかりじゃん、これ未完了。まあこんな感じで一覧にして一瞬にして見れますよっていうことですかね、これ。サマー、オータム、そしてまあウィンターという感じで、スプリングという感じで、見れるようになってますね。で、車、おお、ちょっと待って、F50GT がある。すげえ。すげえ、F50GT。へえ、そしてこれウィンターだったら、あれ、ここにもあるな。あ、なんか違うのか。これはシリーズ進行度っていうことだから、なんか別の、あれですかね、これね。車が一緒ですもんね、これね。F50GT とね。へえ、そうなんだね。いろいろあって、すごい面白そうな感じですね。はい。ということで、こういったプレイリストを、まあ、使っていってもいいんじゃないかなというふうになってますね。激レアマシンとかって書いてくれてますね、これね。うん。丘の上の眺望、本当に今丘の上飛んでるな、この車。さすがだね。スタントとかもいっぱいやりたいわ。はい。ということで、そんな感じで明るく楽しく元気よく今日もやっていきたいと思います。Welcome back, Julia. はい。ただいま、ジュリア。違う。ただいま、ケイラ。さあ、私、ジュリアよ。ということで、今日も楽しく頑張っていきましょう。で、なぜか車がまた変わっております。はい、車が変わっておりますね。で、ここのフェスティバルプレイリスト、ここをね、前回までは、押せなかったんですよ。鍵マークがかかってたのかな。なんかまだ無理ですよ、みたいな感じになってたんだけど、ここを押すことによって、今の画面に飛ぶことができます。ほら、これ一瞬ルーレットの画面だよね。ルーレットの画面だから一瞬焦るよね。はい。ではね、今日も楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでやってまいりました、ガレージに。そして走っていきましょう、高級車で。はい、やっていきますよ。今日はですね、まあなんていうのかな、ショーケースイベントっていうのをね、残された1個あったんで、今日はそれをやっていこうと思います。そしてその目的地まで、走っていく車を何にしようかなと思うところであります。これシロン、これだけやっぱりひときわオーラが違うな。さあ、どんな車で目的地まで行こうかなというふうに思っておりますが、まあそういったところで、まだ乗ってない車とかいろいろあるんで、まあせっかくだったら乗ったことがない車に乗っていこうかなと思って、そういったのを考えて、これで行こうか。これで、ちょっとテレビ局の車で行こうか、これ。これで行くわ。テレビ局の車で行くわ。これで目的地まで行こう。はい、やってきましたよ。ジュリアテレビの時間です。今日も楽しく。ロンドンをめちゃめちゃにしていこう。なんちゅうテレビやねん。さあ、ということで今日もこれで楽しく頑張っていきましょう。さあ、ジュリアテレビ始動。ジュリアテレビ始動ですよ、これ。本当にこれもうテレビ局やん、これ本当に。めちゃくちゃおもろい、これ。はい。ではですね、今から、そこに行くまでに、まずはメッセージセンターで今日の収穫ですね。今日の収、給料。はい。ジュリアレンタルから7200円。ジュリアタクシーから6480円。給料下がってきたな。最近乗ってないからな。よし、OK。今日ホイールスピン頑張っていこうぜ。3回やろうか。3回。これ2回やってスーパーホイールスピン1回やろう。OK。よし、どうだ。いけよ。頼むぞ。よしよし。まあ、車だったらいい。とにかく車だったらいい。OK。いけ。さあ、何が当たる？何が当たる？あの紫色の車が多分いい車だよね。多分ね。1万円か。小学生のお年玉だな。よし、OK。これでじゃあスーパーホイールスピン1回やろう。皆さん楽しんでいこう。いけ、豪華絢爛スーパーホイールスピン頼むぞ、サクジュリア。OK。君はやっぱり最高だ。そう言わせてくれ。お、あ、何惑星、木星、木星って何なん？ペリカンセーターってお前、ペリカン、ディスコブーツって。確かにサクジュリアディスコ合うわ。はい。ということで、もう完全に今日はもう外れでしたね。もう、外れもいいとこ。てか、どうでもいいけど、今ちょっと一瞬ファストトラベルモード違うわ。これなんか空港？これ。空港っぽい？違うか。空港じゃないか。まあいいか。はい。今日はここ行きますよ。ショーケースイベント。今日はね、ここ、多分また戦闘機と戦うようなやつだと思うけど、今日はこれをやろうと思いますんでね。よろしくお願いいたします。さあ、それでは皆さん、楽しんでいこうじゃありませんか。さあ、ジュリアタクシー。ジュリアタクシーやっていこう。
これあれだよね、後ろだから、後ろにまず行かないといけないから、ジュリアテレビのテレビ局の車が今から特ダネを取りに行くからね、これね。これ運転席を、これ本当、はい、ジュリアタクシー始動、はい、パパ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 パ、おい何パッシングしてんだ、おいちょっと止まれや、おい。ジュリアテレビそんなことやってたら自分が特ダネになるからやめとけよ。さあ OK やっていこう。ジュリアテレビ今のところ従業員は一人だけ。なんて、それはジュリア社長よ。社長自ら特ダネ取りに行くからね。どけどけてめえこの野郎、パパパ、よし OK、 いい OK、 いい感じ。さあジュリアテレビ始動です。今日からジュリアテレビが皆様のお茶の間にデビューすることになりますんでね、よろしくお願いします。さあということで、これ前が見えんね、これね。ああ、ぶつかった、あやばいやばい。上のはしご、何やねん上のはしごは。これちょっと本当にこのフォードって、あーごめんごめん。本当にこのフォードってこうやって上に積んでるんですか、これ。僕ちょっとこれあんまり詳しく分かんない、この車は、ごめんなさい。いやいやいや、これ本当にこの右のなんか、あの円柱のやつは何なの、これは。これ何、これパイプ、これいつでもなんかあれやん、塗装業者とかなれそうな感じするやん、これ。面白すぎだろこれ。さあ、特ダネ特ダネ、頑張っていこうぜ。今日も三面記事飾ってやるぜ。さあ、どんな特ダネがあるかな。まさか自分が三面記事のね、ネタにならないようにしないといけないからね。よし、どけどけ。さあ、OKOK。さあ、ここで、あ、なんかここにも家があるんですね。ここにも家があるっていうのはあんま知らなかったわ。まあ、僕がね、次に買う家っていうのはもう、ついにサクジュリア女王になるみたいなパートで、エディンバラ城を買おうと思ってるから、もうある程度貯金がね、増えたらね。うん。それぐらいよ。今のままね、ちょっと買ってしまうとね、ちょっと家の維持費でちょっとお金がなんかちょっと厳しくなりそうだから、ちょっともうちょっとね、お金貯めないとダメだね。うん、もうちょっとね、それだけね、楽しみにしてください。もうエディンバラ城を買うときにサクジュリアはついに女王になるからね、そこだけよろしくお願いします。はい。さあ、こんな車で自己ベストとか出てるけど、まあどうでもいいよね。ここフェラーリ FXX で通ったところだね、ここね。ちなみに、あ、ちょっと間違えた、ハンドル切る方向間違えたけど、これでドリフトやったらって言おうとしたけど全然ダメだったわ。はい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 。さあ、特ダネの現地に向かっていきましょう。これ速度があんまり出ないよね、ドリフトしづらいわ。こんな車でドリフトやる方が間違ってるからね、これね、本当におかしいからね、こんな車でやってたらね。で、やるけどね、軽いドリフトだけね。はい。さあ、もう 1.2 キロよ。ショーケースイベント、一体何がある。まさかこの車で走るんじゃないだろうな。でもなんか今度からさ、ショーケースイベントもなんかその好きな車で走れるようになるんだよね。なんかそんな風にコメントで聞きましたけど、はい。まあ非常に楽しい感じになりそうですよね。はい。さあ、もう着きますよ。ここが前回、前々回か知らないけど、ここタイタン、ここのクロスカントリーでレガリア大活躍したところですけど、お、そのまま向こう行くんだね。え、海の勝負じゃないだろうね、これまさか。ホバークラフト？違うよね。え、これどう見ても戦闘機だよね、これ。何が始まるの、これ。ショーケース。こんな。ジュリアタクシー、ちょっと、なんか、本当にここ、撮影あるんですか、今から。大丈夫？ちょっとイベント始めよう。シングルプレイだ。よし、頑張ろうぜ。あ、この車に変わるのね。なんか、いかつい車に変わるね、これ。サスペンションすげえな。これ、どんな悪路でも走れそう、これ。タイヤもでかいし。え、誰これ、え、誰、なんかめっちゃかっこいいんだけど。ちょっと待って、めっちゃかっこいいんだけど、これ何、このシーン。え、すげえかっこいい、これなんかもう SF だな。てかちょっと待って、これジュリア。これジュリアだったの、今のジュリアかよ。面白いじゃねえか、ジュリア。やってくれるな。よし、レースイベント開始。今日も楽しく元気よくやっていこう。ジュリア、まさかの SF アニメにデビュー。 This is Kilo Actual. Cortana, do you read me? I heard you need a pickup? おいおい、めちゃくちゃかっこいいやん、これ。ちょっとどうしたん。めっちゃかっこいいやん、これ。ちょっとなんかすげえの飛んでるし、これ。いやいや、これちょっとすごいんだけど、これちょっと待って、これ
前回のさ戦闘機と戦うイベントではさ、なんか実際に本当にありますよ、本物の飛行機ですよこれって言ってましたけど、これも現実であるんですか、こんな飛行機。すごすぎるんだけど、これてか怖すぎるわこれ。ちょっと待って、これどうした。うわもうこれあれやわ、もうエースコンバットセブンとめっちゃ被るわこれ。今これもうエースコンやん、これエースコンバットセブンやん、もうまさにこれ。戦闘機めっちゃ細かいのちっこいの飛んでるしさ、これ無人機みたいなやつがさ、これすごすぎるだろ、このこれなんか迫力満点じゃん。これそもそもあれですか、これあの飛行機だけに勝てばいいの、それともこの車にも勝たないといけないのかな、これなんか地図上にああって出てるやつ、カタカナの。おおすげえ、エースコンバットセブン。エースコンバットセブンやん、これ完璧に。これもうすごいわこれ。パパ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 、どけてめこやろ、邪魔だってめこやろ。ジュリア自分が特大なのネタになって、おお画面が揺れてる揺れてる揺れてる、おおすごいすごい。すげえすげえ、おいおいおい、ちょっと面白すぎるぞこれ。よしオッケー、いい感じで、すげえな、仲間の戦闘機が飛び回ってんな。これ1位取ったら撃ち落とされんじゃない、これなんか。よし、オッケー、このままいけ、このままいけ。さあ、マップ見つつね、マップ見つつ頑張っていかないと。てめえ、この野郎、邪魔だ。よし、オッケー。これ、ちょっと待って、次右ね、次右ね、次右ね。いや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 、ちょっと、羊が逃げ惑ってるしさ、これめちゃくちゃ怖いかな、これ。よしよし、でもいい感じよ、いい感じよ。よし、いい感じ、いい感じ。これはなかなかいいんじゃない、初見でこれはなかなかいいんじゃない、これ。すげえすげえ、高速入った高速入った、オーケーオーケー。これには何ぶつかったらダメなのね、これ。よし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 、また前にもいるぞ。よしオーケー、いけいけ、ヤッホー。さあジュリア本領発揮だ。てめえこやろ、前走んじゃねえぞてめえこやろ。よしジュリア怒った。おお戦闘機がトンネルの中飛んでる、なんちゅう技術やあいつ。よし、おーっとかっこいい、素晴らしいじゃないか。オッケー、サクジュリアすげえぞ。すげえすげえすげえ。よしここでいけ、これ左左左、オッケーオッケー。さあ一発クリアなるか、一発クリアなるか。おいあいつショートカットいいのしてんじゃねえぞ、おい。ちょっとこんなところに伊佐坂先生なんか出なくていいから。よしこのままいけ、もう 83%、 いつの間にか 83%。 えこれマジで、これ飛行機だけに勝てばいいの、ちょっとか遥か彼方にあの AI がいるんだけど、あんな絶対抜けないよね、もう 86% なのに。飛行機に勝てばいいのかな、これ飛行機っぽいね、どうも多分ね。おお、ぶつかる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 、ちょっとちょっとちょっと、おお。惜しいな、ちょっと乗れてたんじゃない、今屋根の上、飛行機の上に乗れてたんじゃない、ちょっと今惜しかったな。よし OK、 これで、あゴールが近い、ゴール近いゴール近いゴール近い、いけいけ、ちょっと待って、急に本気出してんじゃねえぞ飛行機。おいおい、ちょっとおいおいおい、圧倒的に速いな今、これちょっとこれ飛行機速すぎだろこれ。これちょっと飛行機速すぎだって、これチートだわ今の、これ。おい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 、あでも順位1位になってる、あれあれ、これ順位1でいいんですか、えこれ負けじゃないの。やっぱりジュリアだったんだな、これすげえな、ロボットジュリア、それも結構似合ってんぞ。あれ1位でゴールっていうことになってるんだ、普通に戦闘機に負けたけど。はい、ということで帰ってまいりました。なんか本当にこれで1位なんですかっていうぐらい、なんかちょっと中途半端ななんかレースで終わったけど、あれ本当いいのかな、なんかいろんな意味でよくわからなかったね。あの飛行機は明らかに勝てないもんね、普通にあんな速度で最後さキュイーンって謎の加速されたらさ、あれはさすがに勝てんよ。はい、で一応ちょっと取材が終わったんでね、今からちょっと最後帰りになんか普通になんか取って帰ろうかなと思って、じゃあちょっと家に帰りましょう。家に帰るついでに今日はちょっとこの辺の影響ボード取って帰りましょうか。はい、ここ取ってここ取ってそのまま家に帰るみたいな感じでいきましょうかね。はい、ではそうしましょう。じゃあまずここからいきましょうかね。はい、ではでは、ジュリアテレビ今日ここから一気にいきます。はい、ね、方角的にはこっちですから、このまんまもうね、普通に荒くれた道通っていきましょう。ダートの車じゃないけどもテレビ局の車ですから何をやっても OK ということで、今線路も横断したしね、すごいね本当。いやでも面白かったね、あのスーツそのまま欲しいなジュリアに。本当にジュリアかどうかわかんないけどさ、なんか結構かっこよかったね、なんかすごいスターウォーズとか出てきそう、エースコンバットセブンとかね、
いや面白かったわ。いいもの見させてもらったよ、サクジュリア。ありがとうな。おっと、なんか屋根の上に石が乗ってるけど、ついたり消えたり、ついたり消えたり、はい消えた。これ結構いいね。これよくはしごが落ちないな、これだけの走りしといて。これすごいね。それがすごいわ。はい、もう目的地、なんかこの目的地のやつがちょっとバグってるね。なんかすぐに700何メーターに戻ったけどさ。はい、 OK。 あ、簡単に取れるやつだ、ありがとう。よし、素晴らしい。そしてこちらにあったよね。こっから一直線ですね、またね。はい、こっから一直線でまた壊していきましょう。レンゲ畑ですね、これは。レンゲ畑をこうね、走っていく、このテレビ局のジュリアテレビの、はい、キャスターキャスターになってる。いつの間にか女子アナだな。女子アナ、女子アナじゃん、可愛いぞ女子アナ。 OK。 あ、おっと、おー、なんか鬼畜なところにないのがいいね。はい、1回転綺麗にね回りました。はい、ここも3000円ね。しかも、うわ、このミニクーパーってもしかして前吹っ飛ばしたやつじゃない？このミニクーパーもしかして前吹っ飛ばしたやつじゃない？なんか、あれ、なんで取れないのこれ。もうちょっと勢いをつけて取るということかな。はい、 OK、 ありがとう。いやいやいや、これこの色といいさ、このボロボロ具合といいさ、これ前458で吹っ飛ばしたミニクーパーじゃないこれ。あ、でも一応ちょっと大丈夫か、埃かぶってるだけか。今の僕のこの取材のテレビ局クルーの車の方が汚れてるな。はいはい、ごめんなさい、失礼しましたよと。 OK、 じゃあ今から家に帰りましょう。これでね、もう特に何もないんで、家帰って終わりましょうか今日はね。はい、あとは特にどっかに寄るところもなさそうですね。うん、じゃあ今日はいい時間なんで、今から家帰りましょう。はい、ということで今からね、まあ、ディレクターの方に許可をもらって、今日の、戦闘機、あれ戦闘機っていうの、あれなんかよくわかんない乗り物で、まあ、ジュリアが勝ちましたよということでね、そういった記事を書こうかなと思います。はい、いや楽しみです。いや、てか前が見えません。前が見えません。 OK。いや、いい感じに楽しかったなこれ。なんか本当にあれでいいのか、もしかすると飛行機より先にゴール切ったら別のムービーが見れるとか何かあるのかわかんないけども、ちょっと一応順位的には1位ってなってて、しかも最後の成績表のところも1位でゴールっていう風になってたから、あ、ジュリアタクシーのやついるぞあそこ。うん、だから1位でゴールしたことになってると思うんだけどね。うん、まあそんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、もし違ってたらまたメッセージください。またやり直します。はい、まあ、謎ですよね。なんか1位とか2位とかの順位が上に出てないからさ、なんかその辺が全然ちょっと分かんなかったですね。うん、さあスピードトラップ、ここも絶対に無理ですよ。こんな車じゃ無理ですよ。一つ星ですよ、一つ星。はい、無理ですね。はい、あ、やばい、あ、はい、ごめんよそ見して、ああバスと黄色の車が、あれほんとえらいことになった。あれが特ダネだわ。あれ、多重事故発生、ジュリア新聞、素晴らしい。そしてこうね、その犯人は我が社みたいな最低だなほんと。お、なんか事故が起きそうな感じするぞ、これ大丈夫？なんかえらい煽り運転してるような気がするんだけど大丈夫かな。はい、夜行バス行ってらっしゃい。はい、今からスキー実習行くのかな、あのバス。いいね、楽しそうだね。はい、ではでは、もうすぐ家着きますよ。いやでも、うん、楽しかったね今日は。ジュリアタクシーじゃないわ、ショーケースイベントももっと増えてほしいな。あれもうちょっと、あれ面白いのにな、もうちょっと。よいしょ、さあ今日もジュリアカレーかな、違うかな、今日はなんだろうな。よしよし、楽しみだな。お化け3人がね共同生活してるんで、本当楽しみなんですよ。 OK。しかも部屋が広く使えるからね。お化けはなんつったって一緒に住んでるけど、お化けはお化けだから手に触れることとかできないから、全然一人暮らしと変わんないからね。はい、帰ってきたよ、帰ってきたよ、お化けちゃん。撮影クルーが帰ってきたみたいな感じだなこれ。はい、帰ってまいりました。さあということで、特に今のところ見ることはないかな、この中では。マップですね、マップを見ましょう。はい、ということでやってまいりました、マップですね。本日はこちらのショーケースイベント終わらしました。まあ、前回このタイタン終わらして、ショーケースイベント終わらして、まあいろいろとね、まあある程度
ちょくちょくじゃないわ。ところどころで、まあ、消化していってるんじゃないかなと思います。はい。まあ、小さくてもね、着実に進んでいければと思います。はい。この北東のあたりに、これ影響ボードがだいぶ溜まってるんですよね。この辺も一気にね、狩りに行きたいですね、ここら辺ね。で、あとはまあ、ジュリアタクシーとかも続きやりたいしさ、なんかやりたいことはいっぱいあるんですよ、ほんと。はい。高級車レンタルもしたいし。うん。車のご紹介とかね、とかもね。はい。まあそんな感じで、フォルツァホライゾン4、いろいろと楽しんでいきます。そしてまた、大型アップデートというかね、拡張とか多分あると思うから、その時また楽しみですね。で、噂によると、この橋を渡れるようになるんじゃないかという噂がね、やっぱり広まってますね。うん。ぜひ渡らせてください。そして、ここの橋を、ジュリア大橋、もしくはジュリアブリッジと名付けたい。ここを制覇してね。はい。ということでね、これからも楽しんでいきましょう、皆さん。それでは本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。今日の晩御飯はジュリアの肉じゃが。